トレスコー少将、ヘニング・ヘルマン・ロベルト・カール・フォントレスコーは、第二次世界大戦中のドイツ第三帝国の軍人。最終階級は少将。ヒトラー暗殺計画の首謀者の一人。トレスコーは、1901年に、ドイツのマクデブルクで生まれた。フェード・アフォン、ボック・ゲンスイは叔父である。トレスコー家は、ブランデンブルク編強迫領の貴族で、父親は、 代々軍人を輩出したプロイセン王国の貴族の出身でベルサイユ宮殿、鏡の間におけるビルヘルム一世の戴冠式に参列し、騎兵大将にまで昇進した。父親の所有する荘園で育ち、兄弟と共に家庭教師から教育を受け、ロックムのギムナジウムに転じた。第一次世界大戦中の1917年に借り、アビトゥアンに合格し、 帝政ドイツ陸軍に入園した。早くも1918年6月には最年少の、少位に任官し、翌月、第二級鉄十字章を受章した。ドイツの敗北とともに、ドレスコの部隊は解散したが、陸軍に止まった。しかし直後に軍を辞して大学に入学し、卒業後の1923年に銀行に入校し、株式取引に従事。 翌1924年に世界一周旅行に出発するが、家族の所有する省園を維持するため旅行を中止して財産を投じた。小さな工場を経営し、1926年にエーリッヒフォン・ファルケンハインの娘と結婚した。妻との間には密語を設ける。1924年、パウルフォン・ヒンデンブルク元帥の水居で再び、ベルサイユ条約で、 兵力10万人に制限されたバイマル共和国の陸軍に入隊し、1924年からは第9不評連隊に配属された。1932年、第1で陸軍大学へ入学し、1936年には参謀本部に所属する。第二次大戦開戦時は第118不評師団の参謀長。ポーランド侵攻作戦の功により、 第一級鉄十字章。1939年から1940年まで、彼は、英軍集団で、ゲルト・フォン・ルンとしてとおよびエリヒ・フォン・マンシュタインの、元で参謀を務め、1942年4月1日から、東部戦線で、中央軍集団司令官、ギュンター・フォン・クルーゲ元帥の主席作戦参謀を務め、その後、第二軍参謀長を務めた。 そのまも、反ヒトラー運動に従事し、おじにあたるフェードアフォン、ボック元帥を参加させようと説得を続けたが、拒絶された。1943年3月13日、ヒトラーが、東部戦線視察を行った際に爆殺を企て、副官のファビアンフォン・シュラーブレンドルフ注意に、爆弾入りのリキュールの瓶を、搭乗機に持ち込ませたが、 雷艦に不具合が生じたため爆発せず、失敗、爆弾は密かに回収され計画は明るみに出なかった。数日後には、ルドルフ・クリストフ・フォン・ゲルスドルフを説得して、ヒトラーに対する自爆攻撃を起としたが、直前になって、中止になった。トレスコーは、自分の糸子を、マインシュタイン元水の副艦に送り込み、ヒトラー暗殺計画に引き込もうとしたが、 マンシュタイン元帥は応じなかった。1944年7月20日のクラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐による暗殺未遂事件の直前は、ソ連軍によるバグラチオン作戦で崩壊した戦線の立て直しに、忙しく、具体的な行動ができなかった。7月20日のクーデター失敗が伝わると、翌日トレスコーは前線に出て、手榴弾を爆発させ自決した。 当初は計画への参加が知られていなかったため、軍人墓地に埋葬されたが、加担が明らかになると、墓が掘り起こされ、遺体は、ザクセンハウゼン強制収容所で焼却された。故郷マクデブルクをはじめ、ハンブルクやシュターデには、トレスコーにちなんだ名の通りがある。また、ドイツ連邦軍兵舎のいくつかも、トレスコーの名が冠されている。ありがとうございます。